半立リゾートにやってきました。今日は初メンバーでその後日帰り旅行に行きたいと思います。イエーイ。私の小学校の友達です。ゆうたとゆかりです。思い出トークとかあったらしたいんですけど、リッキーくん浮いちゃってるんですけど、僕は思い出トークにでもないな。3人の一番 その小学校時代の思い出とかから、でもそっか、ゆかりが4年生までだから1クラスしかなかったもんね。うん、そう、卒業の時は14くらいしかいない。そうだね、うん、何年ぶりなんすか。あ、ね、すごいの1個思い出した。私が前も俺たちで、あー、待って、私どうか水浮きしてたの。私が多分ふざけてくるくるくるって待ってたのよ。そう、バレリーナみたいにくるって滑って、わし前がバランって床で打って前歯ポロッと取れちゃったの。そう、やば、私ダラダラですよ、ダラダラ。そう、リリーナがめっちゃ優しいから、こうやってね、そう、血がわーって出てくる、こうやって全部受け止めてくれる。友達の口から血が溢れてるのを受け止めてくれる。いや、思い出だわ、事件だし、そこでなんか謎の絆は生まれたかもしれない。今日は小4までなんか覚えてるな。多分みんな覚えてるか分かんないけど、うん、廊下でまあ掃除してたよね、うん、掃除してて先輩が走ってきたんだよね、俺に当たったんだよ、うん、そしてここの目の上、ここ切れちゃったの。懐かしい、そう、覚えてる。ここ切れちゃった事件、血流し組、血流し組。やばい小学校だなとしか思えない。あれ覚えてる。なんかユナと私で、ユタ君に一番渡した気がする。バレンタイン毎年あげるのね、お返しをくれるの、はい、いつも恥ずかしがりながらね、多分買ってきてくれるの一人で、私も緊張しながらさ、あーありがとうみたいな、で家帰って開けるとさ、できない。請求されてるなんて。すごい印象深かったんだよね。だってレシート入ってることないじゃん。確かに。プレゼントに。確かにね。今日ね、秘密兵器を持ってきたの。コツワル持ってきました。特売会とかで先生に、いろんな先生に会うんだけど、なんか逆にいい子たちすぎて、うちらのクラスってあんま覚えてないらしい。いい子たちって静かな。今こうして会えるぐらいね。そうだよ、なんかいいからね。小学校の印象はお互いどうでした。じゃあまずゆうたの印象からね。ゆうた印象、はい、どうでした。なんかまんまる、はい、そうですね。そうですね。やんちゃなイメージ、うんうんうん、と、あ、でも優しいイメージもある。そうだよね。え、どんな感じ。一緒や、一緒や、一緒や。でもめちゃめちゃ優しくて、なんかムードメーカーのイメージだった。あ、そうだね、そうだね。クラス1ムードメーカーみたいな。ゆかりの印象、私の印象、あのさっき、ちっちゃいね。そう、ちっちゃいね。まだちっちゃいね。ちっちゃい、ちっちゃい。超ちっちゃかったよね。プールとかで口笛と真っ青だね。そう、そう、そのイメージがちょっと強いんだよね。超わかる、わかる、そう、こうやってね。そうそうそう。じゃあ私の印象を最後言って終わりにしましょう。みんなの印象は、まあ、明るいし、うん、明るい、まあ、クラスの中で一番可愛かった、そうだね、そうだね、可愛かったね。そうなんだ、可愛かった。まあ、卒アル見る限りブスが来るね。その時はね。大丈夫、いけるいけるいける、早い方がいけるかもしれない。ちょっとあれだね。はい、ユリナ撃沈でーす。まあ50点中10点だね。ヤッホーヤッホーやっほー、大高醤油チャンネル。イエーイ。